農林水産省は中国人観光客を対象に国産のパックご飯10万食を無料配布するキャンペーンを始めます。来年1月下旬から3月まで国内の旅行案内所や空港内の免税店などで配布する予定です。精米に比べて輸出の制約が少なく手軽に食べられるパックご飯で中国向けの輸出拡大につなげる狙いです。